吉田さん、常識なんてクソくらいですね。数年前私は赤字麻雀店のオーナーでした。今は隠居暮らしをしている一隠居でございます。そしてですね、ついにね、こんなとこまで来ましたよ。こんなとこまで来ましたよ、私はね。いや、剣術に目覚めて今剣術の稽古をしてるんですけども、なんかね、どうすかこれ、侍の格好という風な気がするんですけども、違うかもしれません。で、模造刀を買ってですね、いやっとふっふっチンチンチンって感じでね、やっておりますけども、これもう指導者がいないんで一人で YouTube 見て勉強してます。今ね、どんなことも YouTube で学べるんですよ。だから師匠は YouTube ですね。ネットビジネスもそう、あらゆるものもそう、会社員としての生き方もそう、夫婦関係もそう、家族をどうするもそう、お金の稼ぎ方も YouTube。 もはやね、 YouTube で学べないことはないんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。常識なんてね、クソくらいですよね。学校に行ってる暇ははっきり言ってないと思いますよ。学校に行く暇があるんだったら YouTube で勉強して、勉強したことを即アウトプットすれば、あなたのコンテンツも増えるし、アウトプットすることにより賢くなるし、言うことないですね。だからね、変な人にならないと。変な人に、こんな48歳あなたの周りにいます？吉田さんの周りにいます？こんなやつ、いや、いないんじゃないかな。ドリームアカデミアの生徒さんにね、アンケート取ってください。あなたは侍ですかと、侍かぶれですかと、そんな暇あるかいって言われますよ。これね、かっこいいでしょ。このカチンととか親指でね、パチッと開けて、で、刀はね、こうやってちょっとね、剣道はこうやって縦にそう高く構えるんですけども、刀の場合は腰落としてね、で、剣道の場合は前に出ながらヤーって打つでしょ。この剣の場合は違うんですよ。ここの居合、抜くところから始まるんですけども、このね、左半身をこういう風によじるんですよね。こうですね。だから抜くというよりも引くんですよね。この右手は動かさずに、こっちなんですよね。ふっとふっと体を開いてスッと行くみたいなね。いや、そんなことをやってますよ。なんだかわけのわかんないことやってますよ。ざまあみろと。今度はカンフーが終わったんで、日本のね、この日本刀でちょっとこの辺をいじってみようかなと思っております。頑張るぞ。こんなことができるのも暇だからですね。ほんとね、愚か者ですね、私はね。いってらっしゃい。